旧高取家住宅は、佐賀県唐津市にある伝統的建築物。肥前の炭鉱王として知られる、高取以降が1904年に自宅として建築したもので、その後、昭和初期にかけて増築され現在の規模になった。敷地は、面積が約2300坪で、唐津湾に面しており、建物は、居室棟と大広間棟の2つからなっている。和風建築ながら、洋間を持ち、また大理石のマントルピースやアールヌーボー調のシャンデリアを取り入れるなど、明治期の邸宅に特徴的な和風建築に洋風の要素を取り入れた造りとなっている。また、大広間棟には能舞台や茶室が設けられており、座敷に仕組まれた能舞台は唯一の現存例なのではないかと言われている。杉戸絵や欄間などの意匠も特筆すべき点の一つで、このうち72枚ある。杉戸絵については、京都四条派の水野香織甫が半年ほど滞在して制作したものとされている。その他、玄関が来賓用、主人用、家族用と3つ存在するなどの特徴もある。1991年の台風により損傷し、当時の高取家当主は解体の意向を示していたが、唐津市内にある旅館の女将らが中心となって保存運動を展開。これにより多くの専門家らが当邸宅を訪れるようになり、注目を浴びた。その後、1997年に当邸宅が高取家から唐津市に寄贈され、翌1998年に国の重要文化財に指定。2001年より文化庁の指導の下で保存、修復工事を行い、昭和初期の姿に再現。2007年より旧高取邸として、一般公開されている。ありがとうございます。